皆様、こんにちは。愛犬家住宅のセラフ榎本です。愛犬には特有の疾患を発症する子がいます。大型犬に多いのが股関節形成不全、小型犬に多いのが室外骨脱臼などです。これらは先天的要因が7割、環境的要因が3割と言われています。環境的要因は愛犬家の皆様によってリスクを減らしてあげることができます。環境的要因として挙げられるのが、愛犬が足を滑らせてしまうフローリングの床。こうしたフローリングの床には床のコーティングがおすすめです。床のコーティングならセラフェのもとにお気軽にご相談ください。さて、愛犬丸バツクイズです。サルウキはロシアが原産の犬種である。答えはバツです。サルウキはイランが原産の犬種です。砂漠など厳しい自然の中を生き抜いてきただけあって、丈夫で寒さに強い犬種です。サルウキはスピードとジャンプ力があります。以上で愛犬丸バツクイズを終わります。皆様方のワンちゃん、猫ちゃんための家のリフォームや増改築等ございましたら、お気軽にご相談ください。